私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時40エリオが見るみ、うん、君が半物質レディ、わからない。了解了解。ごめんね。でもだってエリオの脚本にないものはどうだっていいもの。一瞬よ。レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。やがてお別れの時間よ。他人の後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの、銀狼。座標は適当に決めた。こだわりはない。全然気にしてないわ。ただ何回見ても現実データを修正して。さっきから何を見てるの。ヘルタのおもちゃ。例えばこの銃は照準。それのどこが。自分の点数が気になって。そう、じゃ左の扉の性格はそこに。それが性格がどこに。宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。タイミングが悪かったよね。一瞬よ。いや、ちゃんと立ちなさい。体験を改善しないと。このスピードで遅すぎる。止まって、前に何かいるわ。
ち伏せされていたのは私たちも。でも残念なことに囲まれ。呼吸するその感覚覚えておいて。こんなすぐ餌にかかるなんてね。素晴らしい時はやがてお別れの時間よ。タイミングが悪かったようね。誰もいないわ。じゃ、訪問ログを見るとこの女は聞いたことない名前ね。性格はどこ？エリオの脚本に。私たちはこの宇宙ステーションには奇物で奇物をか、必要な手がかりは部屋にある端末セット。分かったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。宇宙ステーションの隅あったとしても、あら、ここは監視。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。でどうする？監視システムを発見。シンプルだけど効果はある。これは奇物ナンバー2をヘルタって簡単な取り。ホログラフィーに通ってみましょう。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。独立した防御システムが取り出せ。もちろん。さすがね。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけない。彼女に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの？彼女少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。ここ？宇宙ステーションだけど。だ聞いて。今とでもこれらは重要じゃない。聞いて。これから旅の終わりにはこれがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。次の場所へ。錦織のよ。もういいでしょ。脚本によれば。分かってるわ銀狼。もう少し。もう時間みたい。私、選択の機会があるときに自分が後悔するようなことは。この者の座標は。こんなときに心拍。え？うっ。
待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？それは相当まずいね。よろしく頼む。俺はタンコ、こっちは三月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たち壊滅のナヌークの手下だよ。あんたうちらがすぐに侵入者をやっ主制御部分に戻るんだ。請求列車も近くに。お前は美月と一緒に防衛課のアーランとの。そっか、そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステージ、ただのアドバイスだよ。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも反物質レギオン。あい、始めようか。うちのとっておきを食らえ。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。真ん中のエレベーターから。あれ、そ、もういい、行こう。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決で行こう。やっ、逃がさない。痛くも痒くもない。殴ったね。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、始めようか。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。いや、たまには真面目に行こっか。
うちのとっておきを食らえ。うちの出番。いや、即戦即決で行こう。あんたの番だよ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ここに万能なタンクを設置。それは俺でも無理だ。え、なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通ってアーランは監視室にいた。見つけたんだね。防衛課の責任。じゃあ彼と合意。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。始めようか。逃がさない。争いに意味はない。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは。そうだよ。ああ、ただの偶然だ。なんで半物質レギオン。俺にも剣お嬢様、アスター所長は、ま、自分を責めるな。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だから避難完了後、レギオンに主制御部分アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された。確か、か、三月、どこにしまったかは。おい、あ、あったあった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限は。行くぞ。待て、最上。すまない。だから貴様らって。俺は思う。そのし、そうだよ、半物質レギオン。ありがとう。
半物質レギオンの侵入の目的に心当たりはあるか、アラン。ミス・ヘルダの収集品が目当てだろう。だが、こんなことをしてまで。どけ。騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。今さら後悔しても遅い。今だ。生死虚実、一念のまなり、動天幻影、超無一角。痒くもない。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。争いに意味はない。うちってばなかなかやるじゃん。うちのとっておきを食らえ。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。ねえ、この木。いや、これら公園水の。あんまり敵に遭遇しなかったね。下手に動くな。動天幻影、超無一角。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。くらえ。
ためにある。楽にしてあげる。今だ。痛くも痒くもない。殴ったね。逃がさない。いや、うちのとっておきを食らえ。逃がさない。生死虚実、一年のマナイ、同天元気、超無一角。動かないでね。今祝福してあげるから。ルールは破るためにある。や、今さら後悔しても遅い。即決で行こう。あんたの番だよ。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。